お待たせ、桐生さん。ああ、それじゃあ歩きながらどこに行くか決めるか。はい。あ、ん、どうした？あの子、うちのこといっつも会場で応援してくれる子なんです。おう、さきのファンか。声をかけてやったらどうだ。うん。あれ、あの、もうお金はなくて。はあ、お前の母ちゃんの財布から盗んでくるってことになってただろ。俺たちとの約束破るのかよ。でもうち貧乏だからそんなことやっぱりできなくて。てめえな、また殴られたいのかよ。お前から金取らねえとよ、俺たち今日遊べないんだぞ。どうしてくれんの。弱い者いじめか。最低だな。あの子、確かに前に話した時に言ってた。悪い連中に目をつけられてるって。その時は逃げずに立ち向かうんよとか無責任に言っちゃったけど、こういうことか。早く助けてあげんと。いや、待て。え？ごめん、もうこういうのやめてくれないかな。はあ、お願いだからやめてよ。てめえ、いい度胸じゃねえか。どうしちゃったんだ。もう逃げたくないんだ。そうですか、なら仕方ねえな。邪魔すんなよ、さ。関係ねえだろ。残念だが関係あるんだ。こいつは俺の大事な人を支えてくれる大事なファンなんだな。何言ってやがる。もういい、このおっさんから金踏んだくろうぜ。こいつにもう一度同じことをやってみろ。その時はこんなんじゃ済まねえぞ。ありがとうございました。いや、俺が助けたのはお前があいつを応援してくれているからだ。礼ならあいつに言ってくれ。え、サキさん大丈夫？怪我はない？はい、サキさん、僕約束した通りに立ち向かいました。結果は助けられちゃったけど。ごめんね、こんなことになってるのも知らずに無責任に立ち向かえなんて言ったせいで。うん、サキさんが言ってくれなくても僕は立ち向かったと思います。え？この前の試合、サキさん
でっかい外国人相手に必死で立ち向かっていきましたよね。結果は負けちゃってたけど、僕あれで感動したんです。サキさんかっこよかった。僕もあんな風に立ち向かわないとダメだなって。だからサキさんに言われなくても僕は立ち向かっていたと思います。サキさん、僕に勇気をくれてありがとう。ううん、こちらこそ。今度の試合絶対見に行きます。立ち向かってるサキさん見せてください。じゃあさようなら。サキはもう立派なプロレスラーだな。勝敗より大切な、プロレスで一番大切なものをあの子に伝えられたんだから。キリュウさん、うちプロレスラーになってよかった。ああ。ごめんなさい、キリュウさんに喧嘩させることになっちゃって。俺が勝手にやったことだ。気にするな。それにお前はプロレスラーだ。どんな奴だろうと一般人に手は出せないだろ。うん。さあ、せっかくのアフターなんだ。いつもの明るい先に戻ってくれないとな。うん、せやね。ほな、行く前にちょっとだけ時間くれへん？ん？ああ、構わないか。キリュウさん、さっきはほんまにありがとう。ほんまにめちゃくちゃかっこよかった。あんなん惚れてまうわ。うちまだまだ女の子っぽさが全然足りへんかもしれへんけど、目いっぱい背伸びして今日は勇気出してみようかな。こういうのずっと妄想してたよね。キリュウさん大好きやで。これからもうちのことずっと見ててくださいね。